こんにちは、エクサイズの花火とベビーかけです。はい、ということで、やってまいりました。はい、ベビーかけのかかってこい、イエイイエイ。はい、今回はですね、かかってきてくれた方、挑戦者ですね、の方々多かった、意外と。うん、めっちゃ多かった。あれ僕想像してたの、1、2件だったの。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、で、はい、その中からですね、僕が何個かピックアップしました。かかきさんの右手元にある PC、こちらね、はい、こちらに用意しております、はい、うん、で、ちょっと僕がピックアップしたな理由もつけて、ファイル名つけてあるんで、なるほど、はい、好きなやつを見ていけたらなと思ってます。分かりました。はい、はいはい、ということで早速見ていきたいと思うんですけど、最初はフェコさん。はい、あのフェコさんですよね。あのフェコさんですね。すごーで、さくら連れてやってみたというような動画でございますが、見ていきたいと思います。はいはい、はい、ということでフェコさん、さくらをね入れて、電話がロコモコですかね。そうですね、入ってはいますが、うん、まあでもうめえな。しっかりね差し込んでいって、まあここはね、ここみんな結構な割合でアグナ多いよね。多いと思うな。アグナのやっぱ強い。強いよね。さあさあ、このさくらはこれいけんだ。うまいことね、処理ね、ね、パワーボール触れずに処理してくる。いけんだね。そう、ちょっとあのな、その前の手で削ってたんだろうね、うん、それなりに。はあ、思いもよらん。で、あれですね、僕と同じ感じであまりスキップがないパターン。ああ、はい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 、すごい、すごい。ちゃんとなんかこう、さくらがいいとこを見せてくれるね、うん。もう入れるか、入れ惜しい。ここでちょっとのタイムロス。これがうまくいけば ね。いやでも反射の使い方めっちゃうまいですね。うまいね。なんであんなちゃんとハマれるんだろうね。うん、すげえわ。なんとなくでもう桜入れてやってみた。ほんとその感じいいね。うわ、強いな。反射の使い方ほんとちゃんと熟知してんの。そうなんだよね。ちょっと迷った。迷うよね。それワープないからね。そうね。ああ、なるほど。でここから、はい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 、ここね。で、はいはいはい、はい、ああもう削っていくと。そうね、こっからはもう結構割とあと SS で SS で削っていく。はい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 、はい、気持ちがいい。でタイムがドーン、切ってます。このパーティーで4分切ってると。4分切れるんだもんな。いやー、なるほどね。そういう使い方もあるんだね。いや、あのパワーボールなしでいけるのすげえな。まあ、さすがフェイコさんと。さすがいうようなところでございますが、はい、続いての方、はい、見ていきたいと思います。続いてがマツヌンさん、見ていきましょうか。はい、マツヌンさんが、コメントとしてはスキップありバトルボス11手ということで、クリアタイム先に出てますが2分34秒。おー早い。もう右下の人って書いてますよね。ファイナルも右下ということで、早速見ていきたいと思います。はい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 、一手目うまっ。うまい。これね、あのちょっと僕も、まあ、いろんな方の動画を送らせていただいて見させていただいたんですけど、あの1手目、うん、結構こうセオリーですよね、みんなの。ね、なんかみんなそうなんでしょうね。あの角度がいいんでしょうね、多分。ね、よくわかるよね、そういうのね。うん、ほんとすごいうま。今のところからいけん、まあまあ。あ、うまい。うま。今のもう、あの簡単にやってのけてるけど、うまくね。それ行くの。ああ、なるほど、そっちね。そっちね。狙いは多分上、上でしょうね。ったね。うん。いやでもそれで上。あ、でも、これでアグナムートでね。1フレ2フレぐらいで倒せちゃうっていう。ね、なるほどね。ああ、だしっかり魔法陣を無視して、無視してというか、ちゃんと踏んでエクスカリバー、この状態。早いな。早いね。まあスキップありとはいえっていう感じね。とはいえ、
本のコースまでもう出ますからね。うまい。あーうまい。うまい。これはうまい。今の完璧だな。そしてここのね、反射員から倒さないといけないからね。あーうまい。すごい。無駄な手がないですね、今のところ。無駄な手がないね、本当に。なるほど。おーすごい。こんないける？ボス戦の無駄な手がない。素晴らしい。綺麗にね、っていうか、うん、あのこなブロックから押したい手の反射印、うん、ね。34秒。39。いや早いな。早いっすね。なんかさ、うん、メローとさ、うん、時間かかるみたいな雰囲気だったじゃん、うん、全然だね。だって S ランクタイムがね7分ぐらいでしたね。だからもうそれ考えると5分、まあ4分ちょっと縮めてることになりますから、うん、すごいね。すごいよ。はい、では続いては、ドイハ MMXX さんですかね。名前の読み方が合ってるかどうかちょっと分かんないですけど、スキップなしでのステージと、ただ、キャラとしてディルムットとネズミ小僧を使ってるということなので、かなりのロボットキラーを選出しておりますが、うん、見ていきましょう。なかなかない組み合わせパーティーでした。これは今までね、うん、見たことないかも。僕もディルムットはね、うん、使ってましたね。使ってはいましたけど、ネズミ小僧ちょっと盲点だったな、うん、ここはしっかりとね、はい、ここでうまくハマって、おーなるほど。うん、まうん、まなるほど、なるほどね。確かにあれだって魔法陣とか武士だもんね。うん、あーわー綺麗。あーそこでも惜しい。今の多分ちょっとしたなんかあれだったね。本当にちょっとした機嫌であれなるからね。でもいいじゃないですか。友情でも削れていくね、やっぱりゴリゴリと。やっぱそこがディルムットの、あ、横、おお、魔法陣踏まないように、うん、うそこは。なるほどね、関係なく。あもう強い、うまいな、発想がうまいもんな。はいはいはい、本当にスキップなしなしだね。うわ、いや、うん、しっかりね、ここ斜め同士がこうですから、蘇生だからね。はぁ、あ、ほー、はいはいはい、ここもあって、あーここハマろうと思ったんでしょうね。あーすげー、今の気持ちわかる。ここは、うわー削るね。そんな削るんだ。これは下、下狙い、あー下狙い、あーで友情でもう削っちゃうと。今の下に入ってくる、うまっ。いや、うまいね。うまいわ。これこそ本当一個も無駄な手なさそうな、うん、あー素晴らしい。何今の反射の角度。お、SS。 おあーなるほど。うわー今のうまい。綺麗。あれだね、ネズミ小僧から見たい。ネズミ小僧もう言うてめちゃくちゃうまいよ。めちゃくちゃうまい。ここのここの反射してここを行くの、うん、うますぎ。うまい。いや俺もでもこれしびれたな、この SS。 下から行って上反射で、うわーすごい。うますぎでしょ。3分37秒。早い。早すぎだよ。はあ、これはちょっとしびれましたね。これ今んとこ僕の中で結構 MVP ぐらいっていうのが気持ちの良さでいくと、うん、すごいわ。すげえ。はい、ということで続いていきましょうか。はい、続いてマネキン猫さんから投稿でございますが、はい、ステージスキップに甘えて1分台出ました。トータクね。そしてイージス。これはすごい。これは楽しみだな。何しでかしてくれるかがちょっと楽しみだな。いやーこれはすごいですよ、本当に。うわあ、なるほどね。あ、ちょっと削ってけばいけるのかな。トータクは、トータクどうすんの。いやそうなんですよ、トータクどうすんのって思うんですよこれ。うん、今もうだってもうね、うん、
いや、この人はあれだわ、スピード強だわスピード強ゲージ切ったなるほどね、この人は。いや、もうここはだからイージスで倒すって決めてるんですよ、多分。ああ、4手目で、うん、やばくね、すごいよね、ステージ理解がすごい、すげえあー、それすげえ、ステージ理解がもうものすごく早いというか、すごいですよ ね、これ。いや、あれこれもだから、アグナムートをこうすればいけるっていう。あー、すげえ、面白い。で、まあここね、2個スキップしてますけど、うん、いやなるほどね、今のトータクすげえな、なるほどな。あ、ほら、ゲージ切った。あー、いや、すごいっすよね、ここもね、そうだな。ええな。惜しい。あ、どうした？いけた、いけた、うん、おー、すげえすげえすげえ。で、これ左下にトータクがいる。はい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 。おー、すげえ、面白い。すごいですよ、これ。何それ、何それ、すげえな。でも、ここがもう無視してくる、関係ないんだよね、はい。いや、これもうしびれましたすげえ、このトータクの、なんだろう、アナグマ戦法というもうずっと左下にいるぞっていう、ね、そっからだ、もうね、そうで、1分57秒1分57秒早すぎる。いや、これはすごかった、あれ面白いな、ね、本当だから、その、それこそゲージ切るぐらいの人だから、うん、やりたいことやりきるぐらい、そのグランプリとか出るようなタイプの人なんだろうね。そうそうそう、うん、いや、素晴らしいです、これは。これはすごい人現れましたね。これ多分次もしまた乾きのかかって声あれば、うん、この方また出てくるんじゃないかな。そう、ぜひ出てほしい、ね、ぜひ出てほしいね、うん、続いて最後、はい、いきますか、はい、最速の方、この方が、はい、最速、今回最速見つけた中では最速でございました、はい、ゆうとさんが今、はい、僕らが見る限りは最速ということでございますが、早速見ていきましょうか。さあ、最速ということで、はい、まあオーソドックスのパーティーといいますか。そうですね、まあその、なんだろう、えぐみがないですよね、うん、ある意味まあ、サルトビサスケをあんまり使わないかなみたいな感じかな、まあ確かにね、あれかな、止まりが早いとかもあるのかな。ああ、そうかもしれない。でももうスキップでボスまで行ってるんで、なるほどね、いや、それはもうラッキーボーイ。ここはね、一旦ね、はい、いや、でも最速何分、何秒ぐらいなんだろう。はい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 、なるほど。おお、友情刑事に来ました。綺麗にいってんの。はい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 、いや、本当、はい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 、素晴らしいですね。下ちょっと触れつつ、上のやつは3フレで、うまいことやるね。これ3フレして、最後にドンと、惜しい。あ、弱点にいかなかったですね。弱点にいけば、ここでもっと最速出たかもしれないね。そう、もったいねー、けど、ここ削りつつ、おお、最後ロコモコで決めました。何分なんだろう、分数が気になるところですけどね、うん、1分49、はい、1分49秒89が今のところ最速タイムと2分切れんのマジで。いやー、すごいですよね。だからもうちょっと、うん、多分早くいけるんじゃないかな。そうだよね、うん、ちょっとあのゆうさんのあれコメントでもあるんですけど、うん、エスカリバーのターンでかなり事故るので注意した方がいいかもしれませんって書いてあるんで、うん、自身もちょっとね、あの事故ったなとは思いつつ、うん、ことなのかな。そうだね、やっぱり魔法陣がない分、うん、ちょっとねできなかった部分もあると思う。あれで弱点とか刺さればまたね、あのね、すごくなったんでしょうね。そうですよ。いやー、でも素晴らしかったです。でも素晴らしいですね、うん、いやでも面白いパーティー多かったな。いや、面白かったです、本当。なんか皆さんいろんなパーティーでね、はい、そうっすね、やっていただいて、いや面白かった。速さだけじゃないんだぞと。そうね、うん、なんか
気持ちよさでいくと、うん、あの MMXX さんと、うん、あと招き猫さんかな、招き猫さんかな、すごかったね。いやすごかった。はい、ということでね、本当皆さんたくさんのご応募ありがとうございました。そしてね、今回ちょっとご紹介できなかった方もいっぱいいると思いますけど、本当皆さんありがとうございます。ぜひね、あの次回とかもあれば、あのまあこのね動画がどんぐらいいくかだよね、うんそれ次第とね、うん、まあ、みんなからの応募は本当いっぱいあったので、ぜひともねまた次回あれば皆さんご応募よろしくお願いいたします。では川家のかかってこい、また次回あればバイバイ。2020年もモンスト公式 YouTube チャンネルをよろしくお願いします。エクフラチャンネルもあるよ。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。